2004年アテネオリンピックのホッケー競技競技は2004年8月14日から8月27日にかけて男女に種目が実施された。男子は12カ国、女子は10カ国が参加して行われた。男子は6カ国ごとに2つのグループに分かれ、総当たりの予選リーグを行った。予選リーグ上位にチームが決勝トーナメントへ進出。 予選リーグ3位と4位が5から8位決定戦へ、進出、予選リーグ5位と6位は9から12位決定戦へ、進出し、以降は、トーナメント方式により、順位を決定した。女子は5カ国ごとに2つのグループに分かれ、総当たりの、予選リーグを行った。予選リーグ上位2チームが、決勝トーナメントに進出、予選リーグ3位と4位が5から8位決定戦へ、進出し、以降は、 トーナメント方式により、順位を決定した。予選グループ5位のチームは9位決定戦に進み、最終順位を決定した。予選リーグ A 組予選リーグ B 組9から12位、決定戦5から8位決定戦決勝トーナメント、最終順位予選リーグ A 組予選リーグ B 組9位、決定戦5から8位決定戦、決勝トーナメント最終順位、ABC ペナルティストロークによる、 ありがとうございます。